長女を亡き後、丹薬は忽然と消えてしまいました。時を同じくして非道を厭わぬ董卓が強大な兵力で都を制圧します。袁紹と曹操は董卓と丹薬のつながりを疑い、これを討つべく立ち上がりました。二つの小生に導かれ、あまたの輝きが集結し、全18軍にも及ぶ反董卓連合が結成されました。貴殿は王孫さんが配下、趙雲と申す。さすがは孫権様。まだまだ、下流の首は俺が取る。おい、策早いすぎだ。孫権の猛勇、知らしめる時は今ぞ。続け。恩将、勝てるぞこの戦。うん。将軍、今こそ奸賊董卓を討て。総攻撃だ。いつぞやの、うん、こたびも存分に手柄を立てるがいい。敵も強兵でな、高尚と申したか。お主は怪我人の救護に当たってもらえぬか。丹薬と共に竜に逃げろと。はっ。この両船が敵を止め、時を稼ぎましょう。任せたぞ、両夫。
人よ。お前がたける相手とは珍しい。いや、せい。はい。弾薬はすべてビューに。呂布が引いたぞ。落葉へなだれ込め。